はいこんにちは中学受験桜田チャンネルの滝穴沖です。今日は偏差値六十五への算数、えー、円と扇形の、えー、まあ扇形のね、えー、組み合わせ問題です。ちょっと、えー、まあどうやって出すのかっていう感じのね、えー、問題ですけれども一問です。早速やってみましょう。下の図の影の部分の面積を求めなさい。 方眼の一目盛れは三センチとします。さあ、こうやって、その三センチの方眼、全部で八個あって。で、そして、ここで、こうやって、まあ、半径六センチ。の半円があります。で、そこで、え、三センチのところで、ピッと横線に入っている時に、この。ね、えー、斜線の部分の面積を求めなさいということなんですよね。で、まず分かることは、こうやってピ。 と引っ張っていきますよねでピーッと引っ張っていきますよね、まあ、これだけだと中心角もこれ分かんないわけですねでえー、まああとここは6センチだね半径6センチで、えー、の半円ですからここ6センチです6センチここみんな6センチ六6センチですよね さあ、じゃあこのあとどうやって考えればいいかということなんですよね。でまずね中心角を、えー、出してみるとですね、えー、ここ6センチでしょでここ3センチでしょでピッと1本線を下ろすとここも3センチなんですよ。でここが6センチ3センチ9 0度。ね。えー、ここにですね これ使う原理はここにね2対1ここ直角だったらねこう逆3 0度、6 0度だってわかるんですよねそうすると6センチ三3センチで2対1で9 0度ですからここ3 0度なんですよでこれ6 0度なんですよでとここも3 0度ですよ とここ60度ですよでこういうのちょっと分かってきますよねさあそれでも、えー、ここが 6cm で3 c m 3 6ンチって分かっても、まあ、出しようがないんですよね面積はなんとか出せるこれ 120° 度だからね大館の面積は出せるけれどもだ今度ここが出せないんですよね3で6ですからこれだけ分かってもダメなんですよでここは分かんないんです中学受験の知識では。 さあ、ここでどうやって出すかっていうとね、えー、こんなふうに出してみるんですこことここをちょっと結びますよね。ねでここからねこうやってこの方眼の線に垂直な線を引くとねここにもねこの6チ三3ンチ、9 0度ここ6でしょ6センチ。 ここは方眼の一目盛りと一緒ですから三センチでしょ。六センチ三センチ九十度で直角え直角三角形二対一の直角三角形ができます。そうするとここも三十度なんですよね。三、ね、十度です。さああと少しです、えー。よく見ててください。この三角形とこの三角形合同ですよね。合同。 合同な2つの三角形でここの部分はお互いに完全に重なってるわけです。ですからこの横の横に長いね六3の90度の三角形の、ね、ここの部分、ね。でこの縦に長い63。 90度の、ね、直角三角形のここの部分一緒でしょそうだとするとですよ、ね、この三角形のここの部分つまりここの部分、ね、この三角形からこれ引いたでしょこここれもこの三角形から同じこれを引いたものですだからこれとこれ一緒なんですよ 言ってことかかりますかここの台形がすっぽりここと一緒なんですよ面積的にはそうするとこの形は実は半径6センチ、中心角30度の扇形の面積と一緒なんですでこちらも一緒ですからこれが2つあるんです、ね、半径6センチこれねこんなふうになってますよね 半径6センチ中心角30度の扇形が2つあるんですよ。ですから半径かける半径かける3.14かける360分の30かける2なんです。ね。36かける 3.14×12 分の 1×236 と12 1 2 3一三と2さあ 6×3.14 となって18.84。18.84平方センチメートル。 さあ、もう1回ここね。確認してえ見ましょうね。この直角三角形とこの直角三角形は6 3 9 0度6 3 9 0度の合同です。で、そのうちにここが重なってますから、ここのここを引いたこの三角形とこの台形は一緒なんです。そうやって考えるとハマる。そうすると簡単な。 えー、半径6センチ中心角30度の多いこれが右と左に2つできるであとは、えー、答え出すだけです、ね、これに気が付けるかどうかですよねこれはね絶対出せませんこの三角形を単独で出すことはここの長さを出すことは、まあ、まずできないあのー、大変ですで底辺かける高さを割るには無理なんですよね でこのやり方でスポッとハマればスパッとできるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう。